調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるの。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくなエレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団きっての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？あー、やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは大変です。ハンジ分隊長、被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？おい、食べられるのはいい。なんてこった。生き延びてやるわ。ミカサ、アルビ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより被験隊の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられた。けど結局
誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン、お前らここにいるってことは調査兵になったのか。じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか。兄は憲兵団だ。マルコは、マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。はあ。はあ、
いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。潰す。馬に乗ってりゃ楽勝だろ。で、俺たちはどうすりゃいいんだっけ。私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。狙う。これで本体が通れる。大通りでさらに多数の15メートル級を確認。さすがにこの数は避けるべきか。出口はあと少し。一か八かやってみる。次捕らえた。ミカサすげえな。俺とは動きが違うぜ。まずは旧市街地を抜ける。総員進め。落とした。捕らえた。もう一押し狙う。最短ルートで出口へ行ける。潰す。本体が旧市街地を抜ける頃だ。連弾が上がっている。一体何が起きているの。狙う。散らして。邪魔しない。狙う。落とした。カッサバイデル。出口に飛行士が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行士なら直接倒すしかない。蹴散らして。
これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。Yeah.